ウマズラハギは、フグモクカワハギ科に属する魚。北海道以南の日本近海から、東シナ海、南シナ海にかけての海域に生息する。体長25センチメートルで、体型はカワハギに比べるとやや細長くなる。体色はやや薄やお灰色だが、個体差がある。ヒレは、六小色。また、後頭部に一本の大きなトゲがある。顔面は長く、 馬の顔を連想させることから、馬面のカワハギ、略して、馬面ハギの名になった。カワハギよりやや沖合の深場に生息。海底から、中間層を群れで泳ぐ。雑食性で何でも食べるが、特にクラゲが好物で、中間層を浮遊する、越前クラゲなどの巨大クラゲを集団で襲い、強力な歯で剥ぎ取って食べる。産卵は6から7月頃。 ヘドロなどの悪条件への適応力が高いため、時折大発生することがある。2009年から2010年にかけ、福井県沿岸の越前クラゲの大発生に伴って大量に発生した、鉱物の越前クラゲ。これを集団で襲う本種は食用になる。肉質は癖が少ない白身で、脂肪分は約0.2%で低カロリーである。しかし、 味はカワハギに比べるとやや劣るとされる。カワハギよりやや身が硬く、肝はやや大きい。肝はポン酢醤油で生殖すると美味。他には、煮付け、刺身、チリ鍋、みりん干しなどの調理法がある。漁獲方法は、底引きも、低地毛などの方法が一般的だが、マダイ釣りの下道として釣れることも多い。釣りでは、餌取りがうまいので嫌がられることがある。 また網漁でも、トゲが網に絡んで破れることがあるために嫌われていたが、近年では、需要の増加により、かつてほどは嫌われなくなってきている。鳥取県では、ウマズラハギを捕獲する、カワハギ網という専用の網を用いた、カワハギ網漁業が行われている。中央の餌袋に置き網、またはクラゲをくくりつけると、ウマズラハギが集団で、網の中にやってくるのでこれを捕獲する。 ありがとうございます。